さあ、そして試合はこれより第2クォーターに入ります。攻守方向入れ替わりまして、磯のスーパースターズ自陣1ヤードからセカンドダウン36という状況で試合再開となります。失礼しました、セカンドダウン37に訂正いたします。先ほどのプレーで大きく後退する形になりましたが、磯のスーパースターズまだ攻撃権を確保した形にはなっています。しかし非常に厳しい位置からの磯のセカンドダウンの状況となります。さあ、まずは磯の中央のランプレーでまず打開を図りました。密集点突破を図りましたが、ランニバック25番ゲインは約1ヤードにとどまっています。磯の攻撃権1つ失いまして、サードダウン3回目の攻撃に入ります。磯のスーパースターズボールオン自陣2ヤードからサードダウン36。さあ、これを再び中央のランプレーで打開を図ります。密集点は飛ばしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンという形になります。磯の自陣8ヤードからフォースダウン30、パントフォーメーションを選択します。パンターはクォーターバックの18番田中が務めます。これは磯のカバーよくリターナーをリターンさせずに抑えましたが、しかし自陣脱することはできず、磯の陣38ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。佐藤建設相手陣36ヤードからファーストダウン10。さあ、佐藤建設は反撃に出る絶好の機会を得ました。この相手陣36ヤードの位置を生かすことができるでしょうか。パス不成功。ここで佐藤建設15番、まずランニングバックスロットバックに入っていた 2番へのヒッチパスを投じました。横パスに近い前パスでしたが、このパスが不成功。前パスは失敗しますとパス不成功という判定になり、ボールは元の視点に戻され次の攻撃に変わります。したがいまして佐藤建設位置変わらずセカンドダウンの状況に変わります。佐藤建設相手陣36ヤードからセカンドダウン10。さあ、中央へのランプレーを選択しました。キャリアは20番。これは磯のディフェンス陣が踏ん張りまして、ゲイン1ヤードにとどめています。佐藤建設20番は佐々木、一橋大学出身。佐藤建設相手陣35ヤードの地点でサードダウン9の状況に挑みます。磯野、この状況を打開することができるでしょうか。佐藤建設、その磯野を突破できるでしょうか。パス成功、ファーストダウン。ここで佐藤建設クォーターバック15番、左ロールアウトからワイドレシーバー26番にパスを通しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン。クォーターバック15番は川村、取りました。ワイドレシーバーはアイオイ。素晴らしいホットラインがここでも機能しました。さあ、これによりまして佐藤建設は相手陣20ヤードの地点からのファーストダウン10。
さあそしてランプレーによる突破を図ります。ランに枠31番ハンドオフを受けて左オフタックルをつきまして、オフェンスラインのブロックを生かして約1ヤードのゲインとしています。キャリア31番は鶴田、京都工芸繊維大学出身。佐藤建設相手陣19ヤードからセカンドダウン9。パス不成功。クォーターバック15番今度は右ロールアウトからエンドゾーンへのパスでしたが、これはディフェンス陣のカバーがありましてパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いまして佐藤建設サードダウン3回目の攻撃となります。佐藤建設相手陣19ヤードからサードダウン9。さあここで選択したのはワイドレシーバー2番へのヒッチパス、2番キャッチアンドランによる突破を図りましたが、これは磯のディフェンス陣が集まりましてゲイン約5ヤードにとどめています。失礼しました、ゲイン約3ヤードにとどめています。佐藤建設フォースダウンの状況に入ります。ボールオンは相手陣16ヤードからフォースダウン6、フォーメーションを変えました。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは34ヤード。このキックは失敗。佐藤建設キックによってこれを加点しようとしましたが、このキックは失敗により無得点に終わりました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。その非常に厳しい状況でしたが、これをなんとか無得点でしのぎました。攻撃権を取り返す形になりまして、磯のスーパースターズ自陣20ヤードからファーストダウン10の状況に入ります。クォーターバック18番ハンドオフェイから自らキープ、左オープンに展開しまして約5ヤードのゲインとしています。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身のプレイヤーです。磯野自陣25ヤードからセカンドダウン5。今度はランニング枠に託します。中央へのランプレー。キャリア25番密集点突破を図りましたが、これは佐藤建設ディフェンス陣がムラがありましてゲイン2ヤードにとどめています。キャリア25番は宮部、北海道大学出身。磯野自陣27ヤードからサードダウン3、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は3ヤード。さあランプレーを選択しました。中央突破上がりまして、ナギバック35番見事に攻撃権更新です。佐藤失礼しました、磯野スーパースターズファサータックル受けながら見事攻撃権更新果たしましたのは磯野スーパースターズ35番の東、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。
磯の攻撃権をリセットしまして、ボールオン自陣31ヤードからファーストダウン点。さあまたランニングバック25番に託しました。今度はハンドオフから左オフタックルを25番つきまして約5ヤードのゲインとしています。キャリア25番は宮部です。先ほどのプレーはデイライト、ランニングバックがディフェンスの動きによって空いているポイントを突くという形でランニングバックの判断が問われるプレーでした。磯野スーパースターズ、ボールオン自陣36ヤードからセカンドダウンファイ。パスは成功。さあここから出れるか。しかしこれは佐藤建設ナイスディフェンス。クォーターバック18番ロングパスを投じようとしましたが、しかしこれが空いていないと判断し、ワイドレシーバー11番へのセーフティーバルブのパス、11番のキャッチアンドランに託しましたが、しかしゲインは1ヤードにとどめられました。セーフティーバルブはいわゆる安全弁、つまりプレーが崩れた時の投げ分けられるそのセーフティーバルブ、セーフティーゾーンへのパスです。磯野スーパースターズサードダウン4、ボールオンは自陣37ヤード。佐藤建設ナイスディフェンス。ここでランニングバック35番の突破に託そうとしました磯野スーパースターズ。しかしここで失礼しました、時計が進んでおりませんでした、申し訳ございません。現在試合時間は残り36秒となっています。前半残り時間が36秒となっています。ここでまず佐藤建設が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。この権利を佐藤建設はまず前半1回目使用いたしました。チーム名の下側に黄色いバーがあります。このバーの残り回数が前半後半の残りタイムアウト数とご承知ください。現在佐藤建設は守備に回っている側ですが、ここでそのままプレーを消化すると何プレーにより時計が回り続けます。自分たちの攻撃時間を確保するため、あえてここで守備の段階でタイムアウトを取りました。さあそして試合再開となります。磯野自陣39ヤードからフォースダウン2、パントフォーメーションを選択します。試合時間は前半残り時間1分36秒となっています。さあ佐藤建設はリターンに入りますが、これを磯野のディフェンス陣が素晴らしいカバーをしまして、佐藤建設陣10ヤード付近でボールデッドという形になりましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。この反則がいずれにあったか、その審判のコールを待ちましょう。リターンチームのホールディングの反則です。先ほどのプレーの最中、リターンの最中にホールディング、失礼しました、オフェンスの反則です。パントチーム側でありました磯野の反則でした。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っている側は相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。相手をただ押すだけが求められます。この反則により10ヤード抜体という形になります。
磯野10ヤード下がりましてフォースダウンのやり直しです。磯野フォースダウン12、パントフォーメーションとなります。ボールオンは自陣29ヤード。さあ、このパントはブロックされた。結果的にほとんど距離が稼ぐことができず、ボールは磯野陣45ヤード付近でボールデッドとなりました。佐藤建設、相手陣に入ったところからの攻撃を得ました。さあ、前半残り時間は1分9秒となっていますが、佐藤建設、相手陣44ヤードの絶好のポジションを得ました。この残り時間で得点できるでしょうか。前半が終わりました。ここで一旦タイムアウト、ポジショニングのリセットが入ります。この1分9秒に佐藤建設勝負します。さあ、まずはランニングバックにトスをしまして左オープンへのスイープレー。キャリア17番、相手ディフェンスをまくるように左オープン展開しまして約4ヤードのゲインとしています。しかし中で倒れているため時計が回り続けます。前半残り時間残り50秒を切りました。失礼しました。キャリアは47番でした。47番の古川、県立広島大学出身。現在活動は休止しておりますが、中四国学生のアメリカンフットボールチームです。佐藤建設のファースター、ここでホイッスル。クォーターバック15番ロールアウトから振り向くようにランニングバック2番へのパス、ブロッカーをつけたスクリーンパスでした。2番はこれをキャッチアンドランし攻撃権更新としていますが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。これによりまして10ヤードのバッタイとなります。反則が起きました地点からの10ヤードという形になりますので、次のプレーは相手陣41ヤードからのセカンドダウン6の状況で試合再開となります。そして中で倒れているため時計が回ります。試合時間残り20秒を切ります。ここでホイッスル。佐藤建設、ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間は前半残り8秒となっています。さあ、現在状況は佐藤建設の攻撃です。ボールオンは相手陣41ヤードの地点でセカンドダウン6という状況ですが、前半残り時間は8秒、この8秒で得点を上げることができるでしょうか。さあ、試合再開となります。佐藤建設セカンドダウン6、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック15番はパスを投じましたが、これを取りましたのは磯野スーパースターズ71番。インターセプトにより攻撃権奪取となりました。インターセプトしましたのは磯野スーパースターズ71番の堀江、岐阜大学出身。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、磯野スーパースターズ7点、磯野ワンタッチダウンリードで前半終了という形になります。
これより10分間のハーフタイムが入ります。このハーフタイムで先ほどの前半の攻防、双方ともにお互い突破点を見出すことができるでしょうか。